えっと日本にですね、まあ、政策と呼べるような政策があまりはっきりとしなくなってから久しいわけですね、えー、左右の対立軸というのがなくなり、まあ、野党が何を目指してるのかよく分からない一方自民党の方は、まあ、私がコンビニエンス政党と言ってるように、まあ、便利なものは何でも揃ってる全部揃ってるから、まあ、野党も別にあ指して、えー、政策を掲げる必要がない。 まあしたがって森かけ問題みたいな国にとってはものすごく小さな問題を2年間にわたってごた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 やって結局何の成果も上がらないというまあ政治不在政策不在の時代に差し掛かったように見えます。しかしか、ねまあ、政治とか政策をににしたらそれは国民が不幸になるというように実は現在重要な政策が目白押しになってるんですよね。 ただそれを回避しているということなので、えー、ここでは、まあ、科学から見た清楚科学というのはこの場合の科学というのは、えー、自然科学ばかりじゃなくて尋問科学、まあ、これは文学とか歴史ですねそれから社会科学法学とか経済これ全部科学という名前がついてるんですけれどもここにおける科学というのは、えー、事実を確かめてそれからちゃんとした推論を経て、えー、根拠を築いていくという まあ人間の論理で、えー、気づいていくものなのでこれは論論ががああるることももんんでですすけども異論が少ないんですよね、えー、科学的事実とか科学的なものというのは、まあ、基本的にはそこにいる全員が合意できるようなものを組み立てていくということなのでこの科学的な手法を使った政策というものをですね、まあ、ここで展開していきたいと思っております。 まず第一に、まあ、現在の日本では非常に重要な原発政策について、えー、少し考えてみたいと思います。えー、原発政策について最も大事なのはですねやっぱり日本の産業の基幹的な思想をはっきりさせるとい、まあ、うことじゃないかと思うんですね。つまり、えー、こう薬を作って販売する場合は そのの薬を飲んだだらすすぐ副作用でで死ぬようなものはダメだと、これ当然ですね。石油化コンビナートを作ったらその石油化コンビナートがたびたび爆発し住民が被害を受けるのはダメだとでそういうような基幹思想を置いてもですね、えー、日本の産業が十分にやっていけ、えー、行ってですね行くことができ、えー、日本が繁栄することができるということはもうもう分かっていることなんですね。 したがって、えー、日本の産業の基幹思想ですねこれはあの例えば発展途上にある中国の,おしあの産業の基幹思想ではないんですね中国はまだ発展途上なので少し無理をしてもつまり少しは違反があったり環境を壊したりしてもですねまあいいじゃないかと、まあ、いうようなことがまだ基幹思想になっているので例えばまあ,あ冬になると。 北京市のの空気がものすごく汚れるわけです、ね、まあ日本ではあんなふうな極端な空気の汚れを持つような産業活動っていうのはもう認められていないんですけどもまだ中国ではまあ認められているわけですね。だから全ての日本の産業はですね著しく環境を汚したり著しく人の命に危機をもたらしたりそういったものはですねダメであると。 もう少し出直してこいというような産業の日本ののの産業の基幹思想というものを作るべきなんです、ね、それでもちろん皆さん言うまでもなく原発についてはですね最も原発で危険なのはやっぱり、えー、環境の放射線汚染ですねこれによる被爆もしくは土壌の汚染、まあ、こういったものがですね、えー、最も危険なわけですよ。したがって 原発という産業を認めるためには、えー、原発による環境汚染被曝がですね、えー、ある基準以下でなければいけないということですね。それで実は福島原発事故以前はですね、えー、原発の汚染については、はっきりとした基準がありましてね、産業の基幹思想に合ってたんですね。それはま私がたびたび言っているように。 一般人に対しては1年に1ミリシーベルト以下の被ばくそれから原発に関係する産業人については1年に2 0リシーベルト以下の被ばくとえこれは人間が違うからえ基準を決めてるんじゃなくてですね一つは一般の一つの赤ちゃん妊婦お年寄りいろんな人を含むので病弱な人ですねえ1年1ミリシーベルトになっておりまして。 産業人の場合は原発に関係する産業人の場合はまず一つは健康じゃなくちゃいけないから成人じゃなくちゃいけない定年前じゃなくちゃいけないというようないろんな制約のもとでかつえまあ毎日ですね被ばく量を測定するもしくは累積の被ばく量を測定するとまあいうことであと健康診断を行うという制約があるんですね。つまり 一般人が1年1ミリシーベルトであり産業人が1年2 0リシーベルトであるというのはですねそれなりの理由がついております条件もついておりますね。と福島原発事故の時に1年1ミリシーベルトは厳しすぎるとかえ原発の従業員が1年2 0リシーベルトなんだから2 0ミリでいいじゃないかとまあいうようなまあ言ってみれば非合理的な議論というのが出てきたわけですがえそれはですね 一般人でも小学生とか赤ちゃんとか妊婦っていうのを除いたりですね病弱な人それからちゃんと健康診断をするとか被ばく量を計算するような測定をやってるっていうならあるいは1年に2 0ベルトでもいいかもしれませんが少なくとも福島原発事故が爆発原発が爆発する前の日まではそういう基準があったわけですね。それから 食料とか水ですね、えー、飲料水の汚染限度それから食料の汚染限度、えー、それからさらには、えー、土壌の汚染限度というのも決まっておりまして、まあ、これも当たり前なんですけれどもある一定の汚染限度を超える、えー、飲料水は水道局は供給しちゃいけないんですね。飲料禁止になります、えーしょあの えー、食料もそうですね食料についてもベクレルがちゃんと決まっておりましてそれは必ず必要に応じて表示しななけけければいけないわけですね、まあ、これを後に、えー、福島の人が困るという助け合おうということで、えー、何か風評被害というようなことを言い出す人が現れるわけですが風評被害でもなんででももないんです産業っていうのはですね水銀だとかヒ素だとか。 それからいろんな発がん性物質だとかいろんなものを出すんですね。それぞれ出した恐れがある場合は例えば水銀が漏れた恐れがある場合にはですねやっぱりそこの地域の魚とか植物の水銀の濃度は表示しなきゃいけないんで水銀の漏れたあ恐れがあるにもかかわらずそれを表示せずにあどうも水銀が入ってるからつって嫌う人たちに対して 風評被害というようなことを言うようではですね私は日本でですね、えー、産業をまずやる資格がないと思うんですねもう我々こ日,本日本国民はおそらくですね福島原発の爆発とともに危険な産業をやる資格を失ったんじゃないかと、まあ、いうふうに思うわけですね、えー、もちろんこれはですね法律の決め方としてはいろいろ難しい面がありまして 1>, 1年1ミリシーベルトとかですねそれからあの土壌の汚染の基準っていうのはですねえと通常は法律で決めておくのにふさわしくないんですよ。学問的な進歩もあり議論もあってですねしたがってどういう書き方になるかっていうと法律ではですね原発からの放射線で日本人が被害を受けてはいけないとかそれから土壌が基準以上に汚染されている場合には その土壌を汚した本人が片付けなければならないというようなことが実は法律であってですねでその法律の下の政令とかそれから告示でですね具体的な1年1ミリシーベルトとか1平方メートル当たり4,000ベクレルといったですねそういった基準を決めてですねそれは随時状況に合わせて変えていくというのが大体の こののの産業の基幹思想に伴った法律の作り方であるとということですねですから福島原発で崩れてしまったこの産業の基幹思想をもう一回きちっと構築し直すということがまず第一に原発政策にとっては必要であろうと思います。